はい、おはようございます、小林まさるです、息子嫁まさみちゃんのアシスタントをやって19年目です。今日は何するかなって言ったらね、台所のね、上の、だいたい上の方の掃除を、汚いところの掃除をします。まあ一つ参考になったらそれを取り入れてください。で今はねこういうのがあります。これあるからね、これで一回拭いたらもう終わり。よいしょ。あ、油油。こういう油だからね、アルコールが一番落ちるよね。これこういうぐらい。これぐらいだ。おお、すごいね。どうしてね。天板の材質は何なんですか、それは。塗装あれあれ。なんか分かんないけどな。お父さん若い頃からそんなに掃除好きだったんですか。いやそんなあまりしなかったよ、仕事してる頃は。あまりしなかったけどね、なんとなく丁寧になったりなんかにしまったら、暇だからっていうのでね、やるんだけど、楽しいっていうことはねえけど、まあ苦じゃしねえな。今度換気扇だ。まずこれは外して、これ油ついてるね、これすごい油がもうこうやる、拭いた、これをやります。拭いた、これも油、これついてる、これもやる、これ油がついてこんなになってるね、これを拭き取る、こうやって取って取っちゃうんだよ。アルコールタオルでいいこれ、こだだ。昔は重曹使ってたんですよ。ああ、そうそうそう。やっぱりコロナ禍でアルコールの除菌のタオルを結構大量に買ったので、中のそのファンのところはどうする、プロに頼む。あ、プロだね、うん、こういうとこはもう俺たちは絶対ダメだよね、うん、換気扇は普段月1回ぐらいは大掃除するんですか。俺ここは結構やるよな、油出てきたり、あ報告してるだけやってとは言ってお父さん油出てきたりこの上も結構汚れるんだよ、上もやろうか、よいしょ、こうがなんかサイズに合わせたみたいだね、そこ。ぴったり頭が。内側をやるんだけどね、これはね、もうこれ油でぎっちょりなんだよね。これ使うんだよね、これいつも。とたわし。台所用。うん、台所用でたわし。これでこれで落としちゃう。いやこれダメだって、落ちないって、そんなんて落ちないの、そういうので、歯切れの布でなんか油取ってから私はやるけど、お父さんもいきなりやっちゃうの。これいきなりやっちゃう、はい、それはこれでしょ、うん、今度は鍋磨き、これね、これ今こう汚いけどね、びっくりするからね、魔法みたいなもんだ。ああ、これを使うんだよね、これまさみちゃんにね、買ってきてもらったんだけどね、ほんと綺麗に落ちるよ、これはね、びっくりするよ、これ
こういうもんなんだね。ああ、うん、洗剤がついてるっていうね。はい、これがすごいんだよね。あのね、仕事行ったね、スタジオの鍋まで磨きました。頼まれてない。うん。はい、あ、きれい。おー、すごい。はい、おー、輝いてる。こんなにかすごい、あ、すごい、きれい。わ、きれい。はい、はい、はい、できました。輝いてる。おー、きれいだよね。うん、ピカピカだ。こういうふうになります。包丁なんですけどね。包丁、見てもらえますか。よく使ってたけど。切れない包丁が切れるようになるのか。なるよ。なる。綺麗に。この砥石ね。誰が青根が作ったもんだけどね。アラド、そして中ド、そして仕上げ。ああ、三種類使う。三種類使う。ああ。普通の人はもう中ドだけでやっちゃうからね。するみたいなもんね。砥石の研いだことない素人の人はね、これやるときはね。こうやってりゃこっち戻してこないの。戻さないでこうやって押してくだけ。もう俺たちは慣れてるからもう。でもこの手こうやったら絶対動かさないの。動かしたらダメだ。水流しながら。そうそう。おこうやってやってこうやってさっさっとさっとこうやってキュッキュッとやってごらん。こうやってやってごらん。さっさっとさっとこうやってキュッキュッとやってごらん。親指で。え？ちょちょ。あ、なんか、あ、なんかでも歯を感じる。歯を感じるでしょ？感じる。お歯が立ってる感じがした。立ってるみたいな。なんか。そして今度中かける。こうやってね、やったらもう分かるんだけど。どっから切れるようになるんだろうね。だから、ここ切れる。今、仕上げのとこまで来ました。仕上げ。すごい。来てみて。来てみます。おなんかスッと、ふっとこう切れる。おー、切れるでしょ、切れる。切れる、切れる。本当すっごい、本当にすごい、もうなんかね、いっぱい切りたくなる、ね。すごい切れ味。切るのがちょっとやる気が出るかもしれない。ああ。おお、刀って感じ。うん、これ切れるよ、もう。おお、ありがとうございます。ああ、切れる。やってる感じ。ああ、音だ。待って。断髪式だ。ありがとうございました。助かりました。この前な、あの包丁を研いだ時、ハサミも研げるよって言ったんだよな。俺ハサミでも研げるから、ね、あ、すごい、本当ハサミ研げるよ。そしたらディレクターの人が、じゃあ研いでくれって言って持ってきたんだけど、まあこれ持ってきたのがこれだよな。シビンゲルってあれドイツ製だよな。すごく切れると思うよこれ。でも錆びちゃってるな。うん、でもまあやってみるか。ああ、相当切れねえな、これ。相当使ってるな。
ハサミはね、あの包丁と違ってここにはかってる。だから研ぎ方が全然違うんだよな。これはハサミの研ぎ方。うちの、まあ、生きてた時のお母ちゃんがね、内職やってたんだよ。ハサミの仕事だから、ハサミが切れなかったら全然ダメだね。仕事なんないで苦労するね。で、いつも研ぎに出してたんだよ。だから、じゃあそれだったら俺が研ごうってなって、それで今度教えてもらったんだよ。どういうふうにして研ぐもんだって言って、ハサミっていうのはって。だから教えてくれたんだよ。それでハサミはもうね、5年くらい研いだかな。まず 毎日仕事帰ってきたりしたら、まあ30分くらい研いだよ。12、3丁あるからね。今度はこのサビを取り落とします。サンドペーパーでやろう。はい、お、ほら、どうだ、切れるだろう。これは切れる、ね、はい。